リアさん卒業おめでとう。あなたと一緒に卒業できるなんて奇跡です。頑張ったのは確かです。でも頑張れたのはあなたや祈りくん、御影先生のおかげ。あなたが楽しそうにあのベンチに座って絵を描いていたのが懐かしい。思い出話中失礼します。教室とかいろいろ探してたんですよ。修学旅行のように置いてきぼりにされたかと思いました。二人ともおめでとうございます。ありがとう、祈りくん。はあ、どっちにしろ置いてきぼりは免れません。僕はここに居残りですから。二人とも卒業おめでとう。矢之助、よくやったな。ありがとうございます。リア、お前には3年間助けられてばかりだったな。何言ってんだ。入学初日から俺の自己紹介に協力してもらって、それが3年間続いた。お前の優しさ、真面目さ、ちょっと抜けてるとこ、全部が助かった。ありがとうな。それと祈り、安心しろよ。え？俺も居残り組だ。そうでしたね。来年は僕が卒業させてもらいます。リアさん、来年の今日は祈りくんの卒業式、お祝いに集まりましょう。本当に？なら今日の置いてきぼりの件は許してあげますよ。よかったな、これで大団円だ。御影先生は？ん？小次郎先生の卒業式ですよ。いつかご実家に帰るのでは？祈りを送り出してからモーリーと相談して決めるよ。すぐは困ります。2年後で。こら、俺にも都合ってもんがあるんだよ。僕たちでよければ相談に乗りますよ。じゃあ帰りながらゆっくり。おい、俺の話はいいんだよ。たく、楽しんでやがるな。ほら、行くぞ。
ー